強力なライバルが現れ、それが国内で頭角を現していたランシー・ケリガン。93年、全米選手権でアイだったケリガンは絶好調のまま練習を控え室へと一人で向かったという。その廊下は関係者しか入ってこられない場所のはず。しかし事件から2週間後、容疑者が逮捕された。その男はなんとハーディングと離婚したばかりの元夫ジェフ。